演武です。本日はカラオケダムさんのデニッシュ3種を食べたいと思います。カラオケダムさんは昔なんか冬のパピオン食べたことあるんですけど、その時以来ね、というわけで今日はデニッシュ食べていきたいと思います。では新ガヌを余っててベリーソースがかかったデニッシュから3種類あるのね、全部3種類食べてデビューしていきますね。どんな朝が来るのか待ってください。これ思ったより硬くて切るのに苦労しましたけど、では早速食べていきたいと思います。いただきます。硬めでさっくりとした食感が美味しいデニッシュ生地と、まろやかな口どけで口の中を幸せにしてくれるクリームたち、どちらも美味しいです。さらにじゅわっと広がるベリーの甘酸っぱさやチョコレートのまったりとした甘さ、抹茶が加えてくれる一味違った和の雰囲気もよく合っていますね。どれも美味しいんですけど、一方でちょっこれはなって思うやつもあるので、自分の中でのランキングはほら、いや、まあ本来にそんな競うほどのものでもないんです。どれも美味しいんですけどね。だけど一番を決めろと言われたら自分はやっぱりこれにしますね。果たして何にしたのか、あなたは気になりますか？それではこの後すぐ発表し、ごちそうさまでした。歯ごたえがしっかりあるさっくりとしたデニッシュになっていて、それに乗ってさっぱりとした、さっぱりだよね、まったりだ、まったりしたホイップクリームとの相性が良かったで、それぞれ抹茶、チョコレート、ベリーの甘酸っぱさ、この濃厚な甘さ、この苦さ、3種類あるんですが、自分はベリーの甘酸っぱさが一番デニッシュと合っていて、主張、お互いの主張を高め合っている気がして美味しい。チョコレートもまったりしていて美味しいんですが、少し甘さに寄りすぎているような気がします。抹茶はちょっとパウダーなので、少し他2つによる主張が弱かったかなと思いました。というわけで本日はカラオケグラムダムさんのデニッシュ3種を食べてみた動画でしたが、あなたは何か気になりましたか？それでは本日はご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。エンブカラオケクラブダムさんの食レポ、デニッシュ食レポを終えたところなのですが、本日ここに来たらもう一つ、中日から歌動画の投稿を再開すると予告したのですが、それについてちょっと補足しておきたいと、早速リクエストとかもいただいて非常に嬉しいのですが、そのリクエストに対していくつかちょっと守っていただきたいことがありますので、今から伝えさせていただきます。まず一つ目が、その楽曲リクエストされた楽曲がダムトモさんの録画に対応しているかどうか、これを見てからリクエストしてほしいですね。ダムトモさんで録音は録画は録音録画だけで、録音もあるのでは配信されている全ての曲に対応しているわけではなくて、一部がそれに対応している形になっているんです。例えば先日自分が歌動画復活として挙げた魔王魂さんのスキルは、カラオケクラブダムさんの一部の機械では配信はされてるんですけど、録画には残念ながら対応していないので、そうした曲をリクエストされてもちょっとこちらとしては答えることができないので、今日がリクエストされる前にその楽曲がカラオケダムトモさん、そもそもダムさんで配信されているのか、またその録音ができるものなのかどうかだけ一度確認していただけたらとはと思います。なんかリクエスト大歓迎ですなどと言っておきながら、こうしたお願いをするのはもう心苦しいのですが、リクエストを受けましたけど機械の都合上ダメでしたとなってしまうと、普段はそこでがっかりされて、お互いにがっかりしてしまうので、それを防止するためにも一手間をかかりますが、どうかよろしくお願いします。